県飛鳥村。6世紀末から8世紀初めまでの飛鳥時代、都が置かれ、この地を中心に中国や朝鮮半島との交流を通じた新しい国づくりが行われました。墓に対する考え方も変わり、大規模な前方後円墳は作られなくなり、規模の小さな終末期古墳が作られるようになります。そんな終末期古墳が飛鳥村には数多く残されています。その一つが国宝の壁画で知られる高松塚古墳。7世紀末から8世紀初めに作られたとされる直径23メートル、高さ5メートルの円墳です。この墳丘の中に横口式石閣と呼ばれる棺の大きさに合わせた小さな石室がありました。中には黒い漆塗りの木簡があり、高貴な人物が眠っていたと考えられます。そして石室の壁には日本には例のない極彩色の絵画が描かれていました。色鮮やかな衣服を身につけた女性たちや方角を守る神、鬼神に従う男性たち、最も有名なのが飛鳥美人と呼ばれる西壁の女子群像。黒々とした髪を結い上げ、スカートのような藻を身につけています。これらの壁画はどのようにして発見されたのでしょうか。高松塚の名を歴史に刻む大発見があったのは1972年3月。竹やぶに囲まれたその場所は古墳であることが忘れ去られていました。発掘のきっかけとなったのは、村の人が生姜を貯蔵する穴を作ろうと墳丘南側に掘った直径60センチほどの小さな穴。穴の奥に凝灰岩の四角い切石がありました。その後、古墳の近くに遊歩道を作るため調査が必要となり、橿原考古学研究所に発掘調査が依頼されました。いよいよ1972年3月1日、末永正夫所長指揮のもと、橿原考古学研究所の所員が現地を担当し、関西大学、龍谷大学の学生が参加して高松塚古墳の発掘調査が始まりました。そして3月21日、調査隊は洞窟口から石室へ掘り進め、中に極彩色の壁画が描かれているのを発見したのです。黄泉の世界のように真っ暗な石室、南側の洞窟口から中へ入ります。石室の大きさは幅1メートル3センチ、高さ1メートル13センチ、奥行き2メートル65センチ。ライトの先に浮かび上がったのが方角を守る獅神で、亀と蛇が絡み合う玄武や、目を見開いた白虎、躍動する青龍、そして冠をかぶり役人などが身につける宝を着た男性たち、さらに朱色、黄色、緑などの色彩を駆使して描き出された飛鳥美人でした。壁
浮輪の発見が報道陣に公表されると、全国にそのニュースが駆け巡りました。壁画が描かれていただけでなく、中国の唐からもたらされたであろう懐柔武道鏡や、棺についていた金具、太刀の銀製の金具や、被葬者の骨などが見つかったことも発表されました。高松塚古墳の発見が全国に知れ渡り、小さな飛鳥村に大勢の人が押し寄せました。壁画は外気に触れると傷む可能性があり、調査の影響を最小限に抑えるため、一般の見学はできませんでした。それでも古墳の前には人々が列をなし、我先にと古墳に近づいて見ることができない飛鳥美人に思いを馳せました。発掘を指揮した末永所長は壁画の保護を第一に考えていました。一研究者としてこの成果を自分たちのものにすることよりも、国の宝として国の手によって最高の技術によって守られるべきだと考えました。末永所長は壁画が発見されてからわずか5日間という短期間で内部の調査を終了し、石室の入り口を封鎖しました。外の空気に触れることになった壁画が傷むことを少しでも防ぎ、日本の英知を結集して壁画を守っていきたいという末永所長の思いでした。この後、高松塚古墳の管理は文化庁に委ねられることになりました。管理を担うことになった文化庁は保存修理施設を建設しました。大規模な空調機器が設置され、墳丘は大きく姿を変えました。保存処理や点検作業のための人の出入りによって、石室内の環境が外気の影響を受けるのを防ぐのが目的でした。文化庁は壁画を現地で保存するためにイタリアから専門家を招くなどして、剥落止めなどの保存処理を進めました。文化庁は保存のため壁画を非公開にし、定期的に点検を行っていました。しかし、壁画が発見されてから30年ほどが経った2001年頃から、カビなどの生物被害による壁画の汚れが深刻化していきました。壁画を本来の古墳の中で守ることができるのか。文化庁はさまざまな対策を行いましたが、完全にカビなどの被害を抑えることは困難でした。検討を重ねた結果、石室を解体し、古墳の中から壁画を取り出すしかないという結論に至りました。2007年4月、石室の解体が始まりました。16ある石を一つ一つ石を挟み込んで持ち上げる特殊な機械を使って慎重に取り外していきます。午前11時35分、石が持ち上がりました。ゆっくりと天井石の一番北側の石が持ち上げられました。石室の石は1300年の間にどれほど傷んでいるか分かりません。専用の枠に守られて修理施設へと運ばれました。解体された石材は文化庁が飛鳥村に作った修理作業室に運ばれました。
安全のため横たえられた壁画。その後、壁画は12年間にわたってクリーニングや石材の強化といった修理を受けました。そして2020年3月、ついに修理が終わりました。文化庁によると、深刻だったシミや黒ずみはほぼ取り除くことができました。壁画は文化庁によって定期的に公開されています。高松塚古墳の墳丘は飛鳥時代に作られた当時の姿に復元されました。激動の半世紀を超え、静かな時を迎えています。